杉山公園入り口の石碑山公園は東京都中野区本町6丁目にある区立公園。東京メトロ丸の内線新中野駅小木久保方面で入り口近くに所在する敷地面積1294.91平方メートルの小さな公園であるが、主要幹線道路の大梅街道と中野通りの交差点に位置するため知名度が高い。道路交通情報では、 道路指標として放送されており、都内を走行するタクシードライバーやバス運転手の間では高い知名度で知られている。園内にはこの土地を寄贈した明治時代の実業家、杉山佐伯地にちなんむ親子3体の杉並地蔵村を掘った石碑が設置されているほか、幼児向けの遊具とベンチも設置されている。2008年9月から地下駐輪場建設並びに、 園内整備のため一時閉鎖。2009年4月に有料駐輪場が新設された。整備前は北側に設置されていた公衆トイレが東側へ移設され、車椅子でも利用可能な時のトイレが設置されている。杉山公園の由来について中野区の HP の説明と公園内の建て管との説明には若干の食い違いがある。公園内に ホームレスが集まることから幼児を連れ遊びに来る保護者から中野区への苦情件数が多い。夏季には夏祭りと盆踊り大会が開催される。IC カードによる立体機械式システムをためるようには事前登録が必要。ありがとうございます。